暴きの時だ。お帰りなさい、サイヤ人。またお前たちのおかげで俺は強くなれる。全てはこの時の指輪がもたらしたもの。過去の世界で何が起きようと今の俺には何の影響もない。やっぱりあいつは海王神様を殺していたんだ。そう、時の指輪を使うことができるのは海王神のみ。俺の正義を成し遂げるには最高の理解者が必要だった。同じ正義を持ち、同じように人間の愚かしさに苦しみ、同じように理想の世界を胸に抱く者。すなわち私だ。私も見た。お前たちが未来と呼ぶこの世界で、人間の愚かしさを嘆く日々であった。時の指輪を使ってこの世界へやってきた。こっちか。顔を川に変える。その身刻んで。カメハメ。誰よりも強い怒りを抱えた。この俺こそが最強だ。ただばなと地で。恨みっこなしだ。報いを受けろ。行くぞ。受けるよ我が刃を。まだしサイヤ人の忍神に抗う罪人が。後ろ。罪人だったらなんだ。俺はこの世界を守る。まさか貴様にこれほどの力があったとは。デザートにはもってこいだ。怒りを川に変える。その身刻み込め。カメハメ。誰よりも強い怒りを抱えた。この俺こそが最強だ。奴らは俺が食い止めます。だからその間に父さんたちはあいつらを倒す方法を。
孫悟空たちが戻ってきたぞ。第三幕の開演としよう。愚かな神々がお前たちに知恵を与えた。結果、神だけに与えられた特権。時間の移動を行う輩が生まれるのだ。神の冒涜の根源。その忌まわしい機会は消えて当然。奴らお前の話など聞いていないようだ。私は自分に酔っているだけ。誰も聞いていなくとも関係ない。なるほど、それでこそ神。まあいい、拳で蹴りをつける方が俺たちらしい。そりゃ言えてんな。神の授けた肉体、神の我が物の我が国を人間不全。分かったぞ、貴様の成長は怒りだな。息子を傷つけられた怒りが貴様を強く変えたのだが、気づいてみれば単純な話だろうか。怒りをパワーに変え、人間にしか思いつかないおぞましい方法を、つい見逃してしまった。そうか、怒りか。宇宙を汚す人間への怒り、それを黙認する神への怒り、そして人間不全に敗北した無力な自分への怒り。見ろ前菜、怒りをパワーに変えたことで俺はまた新たな力を手に入れたぞ。神の怒りの強さがいかほどのものなのか、その身に刻み込め。神なら不思議者が、ここだ。ファイナルスラッシュ。カワに変える。俺様は甘くないぞ。頭を垂れろ。ベジータ。どうした人間ども、神の技の前に足がすくんで動くのか。さっきからザマスの火が消えたい現れたりして、しかもだんだん弱まっているようだ。一体何が起こっているというのか、その身に刻み込む。カメアメ。誰よりも
なんと無様な姿だ。ザマス、一体何があったというのだ。私たちはとんでもない思い違いをしていたようだ。人間はただの虫けらではない。油断していたら私たちの理想はつゆと消えてしまうぞ。仕方がない、遊びは終わりだ。無知ゆえに神を冒涜し続ける人間どもに真の神の力を見せる時だ。機は熟したということか。人間どもよ、我々の輝きにひれ伏すのだ。我が姿は世界、あがめよ、たたえよ、この気高くも美しい不死にして最強の神ザマスを感じるぞ。我が身一つに二つの力が溶け合っていく。さらに奴の気が高まりだしてやがる。心地よい、我が身に満ちるこの力、まさにこれこそが正義。トランクス、ブルマ隊長、小賢しいサイヤ人どもめ、神の光の力を見せてくれる。しまった。お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそ我は孫悟空と一つになることで、人間の罪と神々の失敗を封印に引き受けたのだ。愛はこういうだな。お前これもすべて宇宙のため、世界のため。泣いてんのかよ。そうだ、我が涙で世界は浄化されるのだ。人間よ、滅ぶべし、すべてはザマスのもとに。消し取れ。
しょうか。これも神の務め。さて、幕引きと行こうか。世界を汚す不届き者が。邪魔な存在は排除するのに。ザマス、また来たのか。トランクス。みんなの力を貸してくれ。我は不死身だ。さあ、次は誰に助けを求める。過去か未来か。そうやって神の正義に背き続けるのか。貴様ら人間はその世は最悪に。俺は自分の弱さを恥も悔いもしない。俺はみんなを助けるために戦い、みんなに助けられて生き延びてきた。それが俺だ。助け合って生きる、それが俺たち人間だ。人間が神に正義をあだなくのか。貴様の正義など知ったことか。行くぞみんな。みんなの力を俺に貸してくれ。まだな。こんな。こんな世界、消えちゃえ。